結晶が置かれてるね。灯してみる？よっしゃ！これでいい？降りてから上がるのかな。この通路は巨人には小さすぎるな。なぜ笑う？ごめん、冗談かと思った。ふざけたことなどない。そうだった。父上は歴史に興味がないんだから。巨人はただの種族さ。エルフみたいな。大きいとは限らない。ヨルムンガンドは？あの場合は大きいってことにもなるけど、でも彼しかいないし。死体がある。こいつらがわかるか？うん、人間みたい。巨人じゃない。そう、盗っ人どもだ。罠で死んだ。そっか、だから僕たちが通れるのか。死者にも油断はするな。4頭のうちの1頭だ。巨人が眠る間、ヨトゥンヘイムの門を守ってる。まだいるかな？わからんな。おい、これを。了解。この言葉見覚えがある。
どこへ行くの？山頂が目指す場所、道を探す。うわ、世界で一番高い山、巨人の山だったって知ってたのかな。いや、遺言を伝えた時ここまで複雑だとは知らなかったはず。うん、名前だと思う。ハラードリール、恐怖って意味。あれは？なんだろう、動物の皮につながってる糸にろうそくが絡まってる。灯火かな。でも芯がない。そんなものは無用だ、ビフレストの光がある。ねえ、誰が明かりをつけたんだろう。亡者のはずないし。気を緩めるな。この爪が山頂まで達していれば終わりは近い。分かった、どうやって使うの？アトレウス、ここだ。なんと書いてある。
変なの。どうした？ヨトゥンのみって文のすぐ下にドワーフもって書いてある。僕らもカプタス。いや、明かりのように歯車に引かれたロープがある。なんおい。こっちだ。仕組みが分かった。あそこに爪があるから、これを動かせれば。おい、そんな、岩にロープが挟まっちゃった。迂闊だったな。はい、ごめんなさい。
は山だぞ。当然だ。山のドラウグルを目覚めさせたのはどこらどいつかと思ってたらおめえらだろ。闇の息を避ける道を知っていただと。おめえらを連れてけるなら俺だってそうしてる。そう単純じゃねえんだ。この辺りは大体抜け道を知ってるってだけだ。その昔一応やってたからな。予天の藁を改造して回避する道を切り開いた。来い、行くよ。また罠か。トンネルがあるけど、父上は行け。平気？問題ない。終わったな。もしかして死んだ。そりゃそうだけど。動かせそう？重そうだけど。ああ動いた。でも止まった。何かに繋がってる。そうだな。行こう。また灯火。壊れている。放っておけ。何に使うんだろう。何か特別なものなんだよ、きっと。
お前の失態で挟まったロープをどうにかしなければな。空いた通路から上に行けるかも。行けばわかる。爪を使って上に行ければあっという間なのに。
辺まで行けるかな。すぐに分かることだ。この上、嫌な予感がする。危ないんじゃない？目に見えないものに臆するのではない。五感を研ぎ澄まし、警戒するのだ。はい。メモがある。巨人族のお祈りだ。どうか故郷へと我らを導き見守りくださいって。行くぞ。待って、使い方分かったと思う。見てて。何を書いた？母上を見守ってって。僕たちのことも見守ってくれるかな。行くぞ。まだ先は長い。下がれ。